次に高橋光一君にお願いいたします。開智大学の高橋陽一でございます。本日はこのような機会をいただきましてどうもありがとうございます。30年度予算に関連しまして3つほどお話をさせていただきます。一つは政府のマクロ経済政策というのは雇用でを中心とすべきということです。で2番目、財政事情を見るにはですね、統合政府、これは政府と中央銀行を合わせた、会計的に合わせた見方ですけど、これで見るべきことだと。3番目は、規制改革についてもっとやるべしということを話してみたいと思います。お手元の2ページ目 の表です。これ非常に簡単な表なんですけれど、これでですね、政府の政策っていうのはいろいろあるんですが、すべての人に職があるということを目指すべきだというふうに思います。職があれば社会安定します。さらに職がある、とですね、失業率、失業率で見てもいいんですけど、失業率が低いと、自殺率は劇的に下がります。それとあと犯罪率も下がります。社会問題のいくつかっていうのは失業率を低下させることによってかなりの程度解決できると思います。さらに若者にとってはですね、職があるということは極めて重要です。例えばその大学の就職率っていうのは、これは前年の失業率に極めてリンクします、関係します。で、一流大学ですと就職率はいつもいいんですけど、実は私のところのような大学でありますと雇用状況の影響をもろに受けます。正直申し上げまして 5,6 年前は就職が非常に大変でありました。ただし今はどうかというと、ほぼ全員が就職できるようになっております。はっきり言いまして、教師の私が言うのも変なんですが、この5年間でうちの学生の学力の向上は全くありません。ただアベノミクスでですね、異次元緩和で金融緩和して、その結果、予想された通り失業率が下がったという、それだけです。学生というのは自分たちの実力でないところをよく知っております。ですからそういう意味ではですね、就職というのは学生の最大関心事なんで、今の政権の支持率が高いというのはこれでかなり進めできると思います。このようにその金融政策を中心とするマクロ経済政策が雇用であるということは、実は世界の常識です。日本ではほとんどこれが議論されていませんので、不思議でしょうがないです。でこれはですね、実は正直申し上げて、世界では左派政党が先に主張しておりますけど、右派政党も全部ついております。日本ではこれは不思議だった、政治学的に面白いんですけれども、安倍政権で最初に始めたというのは極めて興味深い話であります。それでいい結果を出しております。一部はですね、金融政策を否定します。金融緩和を否定しますね。これは世界から見ればちょっと雇用の確保を無視しているという話なので、かなり理解不能な話であります。マクロ政策で雇用での確保に熱心でない政党というか、一部の人がですね、労働法制で非常に細かい話をするというのは、私から見ていると非常に面白い現象であるように見えます。で2ページ目 の図をもうちょっと細かく説明します。これは横軸にインフレ率と取っております。縦軸に実は失業率です。普通の経済学の教科書って縦軸と横軸逆なんですね。横軸で失業率で縦軸インフレ率と言いますけど、実は内容は全く一緒です。これ図見て分かると思うんですけど、インフレ率がマイナスの時、デフレですけど、こういう時に失業率は極めて高いです。でインフレ率がだんだん高くなるに従って、失業率が下がるということになります。でただ失業率はある数字から下がらないです。これはもうどういうふうに頑張っても下がらなくなる加減がありまして、これを経済学ではナイルと呼びます。
英語でのそのまま訳したんですけど、それを訳すと、まあ、インフレを加速しない失業率ということですけど、実は失業率の加減です。でここがどこであるかというのは実は非常に重要なんですけど、ほとんどのところであんまり議論されませんね。不思議ですけれど、まあ、これは世界の常識ですと、これはすぐ答えられなきゃいけないレベルの話ですが、私はこれは計算をしておりまして、大体 2% 半ばです。 2% 半ばというのはですね、経済学って精密科学でないので、コンマの話をすごくするのは大変なんですね。でもあえてこの図の中では 2.5 と書きました。まあ、大体その 2.5 でもいいし、 2.4 か3かもしれないし、 2.6 なのかもしれない、そのレベルの話であるんですけど、イメージを保つために 2.5 とはっきり書きました。でここを達成するインフレ率ってたくさんあるんです。インフレ率高くすればいくらでもそこが達成できるんですけれど、実はあんまりインフレ率高くしてもしょうがないので、それを達成する最小のインフレ率っていうので、インフレ目標が決まっているっていうのが世界の常識です。でこのフレームワークってどこでも一緒ですか、どこの国でもあります。ただ日本ではこれがあんまり強調されないし、議論もされないので、ちょっと述べました。で実は先般ダボス会議があって、ちょっと面白い話がありました。でダボス会議はインターネットで全部見れるんですけど、それを見てました日銀黒田総裁が出てたセッションですね。でダボス会議 の参加者っていうのは非常にレベルの高い人が多いので、なんでインフレ目標 2% ですかって、そういう質問がフロアから出ました。でフロアから出たんですけど、その時の黒田さんの答えはですね、インフレ目標には、まあ、統計に情報バイアスっていうかバイアスがあるから、ちょっとアドバンスを取るために 2% ですっていうふうに答えをしたんですね。あと為替の話もしましたけど、これは国会答弁でしたら多分これで通用すると思いますけど、全くはっきり言えば通用しません。どういう答えをするかというとですね、実はインフレ目標っていうのは最低の失業率を達成するための最小のインフレ率ですと答えて、日本では最低の失業率は 2.5 で、それに対応するのは 2% ですと答えるのが正解です。でこういうふうに答えないとはっきり言っておかしいんで、もうダボス会議のその場合はかなり変な雰囲気でありました。まあ、こういう話はですね、ぜひ国会でですね、きちんとお聞きになったらといいと思いますよ。でこの2ページの図というのは先進国共通で、多分アメリカでも同じこと言えるんですけど、実はこのナイルの水準が 4% です。ですから 4% が加減になって、それを達成する最初のインフレ率が 2% ということで、インフレ目標 2% になっております。で次のページ、これは3ページですけど、これ今の金融政策をちょっと書いておりまして、まあ、ご承知の通り2016年から金利管理という形になっているんですけど、まあ、正直申し上げてですね、この金利管理になった途端に10年の金利がですね上がっています。これは金融引き締めですね。ですからそういう意味では、さっきのナイルを達成するという意味からはちょっと違った政策になっておりますので、これの今後私は注意してみたいと思います。あと4ページ5ページ目、なんかいろいろグラフが書いてありますけど、実はこの最低の失業率 2.5 を達成するために何をすべきかということがこれで分かります。実はここに書いてあるのは時給ギャップ、 GDP ギャップというやつでして、これは計算のやり方たくさんあるんですが、まあ、はっきり言って何でもいいんですけれど、まあ、内閣府の数字を実は持ってきてあります。内閣府の数字を持ってきて、それで分析しますとですね、実は内閣府の数字今、確か 0.7 ぐらいなんですけど、これがプラス2になってですね、ちょうど、まあ、インフレ率 2%、 失業率 2.5 ぐらいになるというふうな計算であります。ですからその意味ではまだちょっと足りないというレベルですね。でこういうふうに達成するのはどういうふうにやるかというと、実はこれは財政政策と金融政策両方あります。この需給ギャップの話しますと、有効需要という概念なんですけど、財政政策だけと思い込む人がずいぶんいますけど、全くそれはそうじゃありません。財政政策は実は公的部門の有効需要を作ります。それはその意味では全く正しいし見やすいですね。金融政策でも同じでして、実質金利を下げることによりまして、民間部門の実は有効需要を作ります。ですからそれが両方相まって実は達成できるという話であります。この話はですね、あんまり強調されないし、まあこれは予算委員会ですけど、やっぱりこのマクロの話の時には金融政策も関係するので、こういう話をしました。で、このインフレ率 2%、失業率 2.5 の近くになるとどうなるかって、この黒丸の近くになるとどうなるかというと、賃金は猛烈に上がり出します。逆に言うとですね、そこに近くならないと賃金上がらないです。ですから、その賃金が上がらない、上がらないっていろんな議論してるんですけど、要するにここの、ナイルって言って、まあ、加減の失業率に達するか達しないかだけの話なんですね。でそこに達すればですね、おのずと上がります。なぜならば、そこに達してですね、賃金上げなかったら人手不足で会社が潰れてしまうという状況になるからです。こういうふうに経済学っていうのはですね、あるメカニズムで全部動きますから、そういう意味ではどこを押すとですね、どういう動きになるかという予測がかなりできますね。それを無視してですね、ただ単に賃金が上がってないとか、そんな話するんですけど、これはただ単に有効需要が足んなくて、内閣の計算による GDP ギャップ、これが 2% に達してないって、それだけであります。そこに達したらどうなるか。
インフレ率 2%、失業率 2.5 に達したらどうなるかというと、大体これも予想できるんですけど、半年とか1年以内の間に賃金が上がりだします。でどのくらい上がるかというのも大体予想はできますけど、多分 3% ぐらい上がります。でそういうふうに全部関係がするんですけど、どこをマクロ経済政策を使って、その意味で、財政というのはその中で重要な部分であるということを強調しておきたいと思います。でこういうふうに経済が良くなりますと、実はですね、財政のパフォーマンスも良くなります。それを実は6ページに書いてあります。これもいろいろとグラフがあるわけですけど、これ何を意味しているかというとですね、プライマリー収支っていろいろ言いますよね。これ上げ良くするためにどうしたらいいかっていろいろ議論があるんですけど、でもざっくり言うとですね、前の年の名目成長率が上がったら良くなります。もうそれは9割ぐらいの確率でそうです。ですからそれほど難しくないんですね。名目成長率を上げるだけです。名目成長率を上げるためには、インフレ目標を達成するには上がりますから、それぐらいの話です。ですからそんなに難しい話をすることもなくてですね、名目成長率を1年前に上げるとですね、もう良くなります。だいたい名目成長率が 4% 強になりますとですね、プライマリーバランスって何もしなくても実は良くなるというレベルの話です。でただこれでもですね、財政が悪いって言いますね。ですからそれについてですね、ちょっと私はいつも疑問に思ってまして、私役人の時代からですね、借金だけの話をするっていうのはおかしいってことを言ってまして、それで経済学ではこのバランスシートで見ると、それも中央銀行を含めて見るって考え方が普通なんで、それを話してみたいと思います。でこれが実は7ページ目の話です。これはですね、実は財務省のホームページにあるデータと日銀のホームページのデータを合わせているだけなんですけれど、一番新しいデータはですね、3月の末に出てくるんで、ちょっと政府の方は出てきてませんから、それは前のを使ってます。ただ去年使ってほとんど一緒ですから、これはこういう形の数字になります。どうになっているかというと、政府の発表してるんですと、国債が1350兆あって、資産が900兆っていう、そういう数字を出しています。これに実は日本銀行を足し算するんですけど、資産の方に国債450、日銀の場合は負債が日銀券ですから450足し算して連結のバランスシートはできます。でこれを見てですね、どうかと。でここの実は負債の方はちょっとはみ出てるんですけど、この銀行券はですね、正確に言うと銀行券プラス当座預金なんですけど、これはですね、基本は無利子無償還です。ですから形式債務なんですけど、経済的な意味での債務にはほとんどなりません。そうなるとですね、これは省いちゃっていい。となるとどうなるかって、このバランスシートを見て財政危機だという人は、まず普通の専門家ではなかなかいないでしょう。もっともその資産ではですね、すぐ売れない話が続く。これはもう財務省は定番で言います。ただし、資産の大半、もうほとんど8割程度は金融資産ですね。金融資産というのはどういうのかというとですね、はっきり言って天下り先への資金提供ですよ。出資金貸付金です。それが売れないというのはどうなのか。要するに天下り先を手放したくないという声だけの話であります。ですからこの話まともに、こういうのは予算委員会の場できちんと議論するべきだと思うんですけどね、本当にどうなのかというのはチェックしたべきだすべきだと思います。もう本当に政府が大変であったらこれは売りますよ。それはいろんな例を見てですね、ギリシャとかそういう時にはもう躊躇なく売ります。ですからその意味でですね、日本は売らないということで、さあ財政が大丈夫だからでちょっとは言いようがないですね。逆に言うとですね、この資産を売らないで借金だけを返そうとしたらどうなるかというとですね、ものすごい増税になってですね、天下り先が残るって、そういう形になります。それは非常に社会的にアンフェアだと私は思っております。でこの話をもうちょっと続けますとですね、財政再建がかなりできているって話になるんですね。でもともと金融緩和したらですね、財政再建ができるって話は私のプリンストンの先生であるバーナンキが話してたことです。でバーナンキに話の時にバーナンキは私に、金融緩和すればデフレから脱却できるだろうと、もしできなくても財政再建はできるよってはっきり言いました。それはこういう統合政府のバランスシートで考えているからです。でこれをもうちょっとですね、具体的に話をしてみたいと思います。今その状況に近いんですけれど、このバランスシートを見るとですね、資産と負債は大体一致してますね。これどういう意味かというと、右側の負債の方のところの利払い費というのは計算できるんですね。ここの負債の方に大体の平均金利をかけてあげると利払い費が大体出てきます。これは
今度の予算案の中にも出てきてますね。ですからその計算もぶっかけて、まあ、1% ちょっとかけると利払いは出てきます。ですからただこの統合政府で考えたらどうかというと、資産の方もですね、実は先ほど私が金融資産が多いと言いましたけど、金利収入なりその他収入が多いんですね。ただそれはですね、予算書を見るとあんまり出てこないです。これは不思議な話です。日本銀行の持ってるやつで話しますと簡単なんですけど、450兆持ってまして、実は国債1000兆ちょっぐらいあってですね、そのうちの450兆ぐらいは日本銀行を持ってますから、利払い費、この予算で計上している利払い費は日銀の収入に入ります。で、先ほど申し上げたように負債の方の日銀券ではあんまり調達コストがほぼゼロですから、その分だけ実は納金になるべきですなんですね。だからこれ数兆円あるはずなんですけど、そうなってないですね。これはなぜかというと、日本銀行の方においてストック化というふうな会計処理をしているからです。で、私は実はこういうストック化の話について見ればすぐ分かるんで、以前この特別会計とかいろんなところで埋蔵金という話をしましたけど、これを見ればこんだけなっているとすぐ分かります。で、それを果たしてやるのがいいのか、やってもですね、実は会計的なことを考えるとこれは収入でカウントした方がいいので、そういう意味では実は負債のに出てくる利払い費とその資産に出てくるような話、収入というのは結構見合っているということであります。ですからその意味では財政再建がかなりできているというふうに申し上げておきたいと思います。で、こういう話はですね、私が去年もしたんですけれど、その後去年の4月スティグリッツさんでノーベル経済学賞の人が来て、それで経済財政諮問会議でも話をしています。ほぼ一緒です。で、こんなのはもうほとんど数学会計的な話ですから、誰に聞いてもほとんど同じ話が出てくると思います。で、次の、ページの、8ページ、9ページ。じゃあ、こういうふうな、ネットで見て、財政状況どうなのかっていうので、比較しやすいアメリカで実は計算しました。アメリカの方で計算して、ネットの GDP 比、それだと中央銀行を含めたネットの GDP 比っていうのを出しておりますけれど、どうもアメリカのがかなりいいですね。あとか、アメリカより日本の方のが財政状況はいいですね。ですからその意味ではそれほど、大きな心配というのは、する必要はないと。もちろんその今後将来の話について何もしないでいいというわけじゃないですけど、少なくとも現状をうまく現状をきちんと理解して上でいろんな話をすべきだと思います。財政再建はですね、経済成長の腰を折るようなレベルでやったらほとんど意味がないということを言ってきます。ただ日本の場合、緊縮度はどのくらいかという話も出ます。だからそれでちょっと次の10ページ目の話、これはですね、デフレギャップ、GDP ギャップがあって、それに対してどの程度財政支出をしているかという数字を見ているんですけど、これを見てみますと、先進国の他の国は結構ひどい緊縮をしていますけど、日本はちょっとひどいんですけど、そこまでひどくないという状況になります。ただし消費増税以降はちょっとひどいですという感じになっておりますね。で、最後に規制改革の話をちょっと時間を取って話してみたいと思います。これはちょっと資料用意できなかったんですけれど、まずですね、昨年賭け問題を随分国会で取り上げましたね。本当にはっきり言ってですね、私はもう最初から答えが分かってたんで時間の無駄だったような気がしますけれど、で、そもそも問題は何かというとですね、大学の設置認可申請すらさせないという文科省告示の問題です。これはですね、告示っていうのは何かっていうと、これは社会主義説法ですけれど、実は国会のコントロールの範囲外ですね。これ、ここの中でこういうことが行われているってことなんです。だから、いくら国会でですね、認可制度を作りますね。認可制度を作ってるんですけど、文科省の方が告示でですね、認可させないって言ったら、この認可制度意味ないですよ。ここにもっと起こるべきだと思います。要するに私から思うとですね、認可制度があるのに認可させないっていう告示自体が全くおかしくて理解不能です。で、私も実は役人の時にそういうのを突っ込んだことありますけど、ほとんど法律違反の話ですね。要するに認可制度があるんですから、どういう建前かっていうと、認可させる、それでその後認可を審査するって、それで終わりです。でも、この特区が何やったかというと、認可申請させるという告示の特例を出しただけですね。こんなのは規制改革にも何にもならないレベルです。あえて言えば、運転免許は別に受けてください。ただし、自動車学校は入学させますって、このレベルですね。で、このレベルの話をずっとやってるっていうのは、もう不思議でしょうがないですね。で、最近もですね、この文科省告示、活躍してますよ。東京都の方で作っちゃいけないっていうのを、これでやってますよね。立法府としてどうなんでしょうかというふうに私が個人的に思うくらいですね。立法府が描いている法制度に実はなってないです。
ですからそれはそれが問題なのにどうして違う話をずっとしてたのかなっていうふうに思ったぐらいでして、でこの弊害は随分ありまして、実はこういう形で国会でたくさん取り上げられますね。そうするとですね、トップ諮問会議の開催件数がですね激減しております。もうやりたくないって言って、トップワーキンググループもそうです。もう回転休業みたいな感じですね。これ結構弊害大きいと思いますよ。要するに筋違いなことを しちゃったもんで、もう萎縮しちゃったですね。まあ、そういうような規制改革では他にもちょっと例がありましてね、例えば規制のサンドボックスっていうのが制度があります。でそこは何をやってるかっていうとですね、実はプロジェクト型と地域型っていうのを2つ認めるって形になっているんですけれど、実は前者のプロジェクト型、これはですね総理主導を排除しております。どういうふうにやってるかっていうとですね、これは主務大臣が計画を作るっていうことです。ですからこれは多分進まないです。で規制の特例も全くないっていう状況ですね。でそういうのを、まあ、もうちょっと言ったら議会の方で議論すべきだと私は思うんですけれど、なぜかこれは全く議論されないですね。まあ、そのもうちょっと具体的に規制緩和の話をちょっとしますとですね、日本は規制緩和が遅れていて、まあ、大体このオリンピックをするときにはこの規制緩和が進むっていうのが世界の共通なんですけど、なかなかそうなってないですね。正直言うと結構恥ずかしい状況になるかもしれないですね。オリンピックっていうのはもともと何が意味があるかっていうとですね、インフラ作ってやるっていうのは結構昔の話なんでして、海外の人がたくさん来て海外の目を意識しなきゃいけないので、結構ルールっていうのが国際標準化するんですね。国際標準化するってことが結構まあいい話なんで、その後の成長がうまくいくっていうのが今までの研究なんですけど、なんか日本はちょっとそうなってないです。例えばシェアリングエコノミーっていうのは非常にこれから重要なんですが、 Uber とかAirbnb っていう、これがまともに日本で活動できないっていうのはかなり不思議な状況だと思います。それとあと民泊直しましたけど、まあかなり規制強化になっててなかなかうまく回らないですね。こういうことこそちょっと議論すべきで、こういうのがきちんとしてないとですね、多分政治上の話とかそういうのって今後の話をするのは難しくなると思います。以上3点申し上げさせていただきました。どうもありがとうございました。高橋浩一にありがとうございました。